ウラジーミル・ダーリは、ロシアの民族学者、辞書編三者。ロシア帝国、エカテリノスラフ県ルハンシク近郊で生まれる。父親ヨハン・クリスチャン・ダールは後に、ロシアの市民権を得た、デンマークの医師。母親は、ドイツ系の流れを組む、ファイ。両親は共に多言語話者だった。ダーリは1819年に、ペテルブルクにある、海軍兵学校を卒業。 ロシア帝国海軍の海軍将校として任務を務めた後、1826年に現在のエストニアのタルトゥ大学にあたるドルパート大学医学部に入学した。同大卒業後、ロシア帝国海軍の国軍になったが後に辞して地方の役人になった。フォークロアに関心を持ったことから管理生活を送りつつ地域の様々なことわざやおとぎ話を収集した。 さらに方言を集めた。その後辞書を編さ1852年にロシア語の方言を刊行。1861年から1862年にかけてロシアのことわざ集を刊行後に大ロシア語紹介時点の全4巻を1863年から1866年までに刊行した。またダーリはカザクルガンスキーの筆名で 数多くの物語を表した。ダーリはプーシキンと出会い親友になった。1838年にロシア科学アカデミーの会員に選ばれ、ロシア地理学協会設立の発起人の一人になった。モスクワで死去。バガニコボ墓地に埋葬された。ありがとうございます。